ヒーローはプロ4年目同期のお二人、石橋投手そして堀内捕手です。まずは3勝目を挙げました石橋投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。4度目の先発投手の登板で初めて掴んだ先発での勝利となりました。これはいかがですか？とにかく腕を振ることを忘れずに、中継ぎの皆さん、野手の皆さんに本当に感謝します。今シーズン4度目の先発登板でしたけれども、どういったところに気をつけて今日はマウンドに上がったんでしょうか？とにかく初回の入りを、注意して、はい、いました。2回にホームランを浴びましたけれども、5回1失点という内容でした。これについてはいかがですか？5回で降りるっていうのはあまり良くないんですけど、とにかく勝利に貢献できて良かったです。そして今日はイーグルスガールデー、黄色い声援も聞こえていたんではないですか？たくさん聞こえてました。その声援の中で投げるというのはどうでしたか？楽しかったです。次のピッチングも期待しています。石橋投手でした。そして2回逆転のタイムリーを放ちました堀内選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。1点を取られた直後のイニングで満塁で回ってきました。あの時の心境を振り返ってください。まさか回ってくるとは思ってなかったんですけど、もう腹をくくって初球からフルスイングしました。その結果逆転の一打になりました。これについてはどうでしたか？そうですね、石橋さんがすごい頑張ってくれていたので早く逆転できてよかったです。年齢は違いますけれども、同じ年にこの楽天に入団したお二人リードしていて、今日の石橋投手はどうでしたか？すごくテンポも良くて投げっぷりが良かったので、すごく配球しやすかったです。そしてその後も中継ぎ陣をリードしながら1失点でゲームを終えることができました。キャッチャーとしてこれについてはどうですか？そうですね、最少失点に抑えることができたので、キャッチャーとしての役割はできたかなと思います。これでイーグルスはオリックス戦カード勝ち越しました。3カード連続での勝ち越しになりました。引き続きどんどん勝ち越せるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。では最後に石橋投手に伺います。今後のピッチングに向けてファンの皆さんに決意を最後に聞かせていただけますか？これからも精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は同期バッテリー石橋投手堀内捕手でした。インタビューは以上です。ヒーローのお二人には楽天スーパーポイント10万ポイントが贈られます。勝利の儀式の前に堀内選手、大勢のイーグルスガールの皆さんに一言メッセージをお願いします。今日来てくださった女性ファンの皆様、全員僕のタオルを買ってください。では引き続き勝利の儀式を堀内選手お願いします。いきます。3、2、1、バー。おめでとうございました。今日は石橋と堀内バッテリーのヒーローインタビューをお聞きいただきました。2人には楽天スーパーポイント10万ポイントゲット。大きいポイントですね。もう辰巳選手が3回は上がってますから、30万ポイントゲットしてると思うんですよ。ね、はい、この2人は初
ポイントゲット、うん、そうですね、ということになりましたけれども、はい、今日は1階のグッズショップ、もう堀内選手のタオルが売り切れてると思います。そうですね、ぜひお願いしますっていう感じですよね。はい、ね、石橋、堀内、バッテリーのヒーローインタビュー、じゃあ、せーのでバランスしましょうか。お聞きいただきました。さあ、そしてそうですね、今日は始球式も務めてくれました欅坂46のメンバー、石森虹香さん、それから守屋茜さん、今お二人と記念写真撮っているところです。はい、いや、しかし本当に石橋も堀内も今日良かったですね、松本さんね。良かったですよね。まあ、こうやって若い力がね、こう、はい、チームの力になるっていうことは非常にいいですよね。うん、そうですね。やっぱこういうことがないとやっぱり強くなれないですよ。はい、ですね。石橋も今シーズン中継ぎからスタンバイして、はい、で、まあ、勝ち星もついて、いいピッチングを展開していたんですが、まあ、どこかでこう先発のチャンスを伺おうっていう動きが白地にあったと思うんですよ。